どうも、チャックバスです。今私は、JFK 国際空港に行って、これからね、ターキッシュエアラインで、ダイヤモンド修行ね、第2ルートでね、日本に帰りたいと思います。今夜の8時過ぎぐらいなんですけど、ニューヨークはね、まだ全然明るいんですよね。これからチェックインしていきたいと思います。それでは行きます。それではね、もうチェックインができるということなので、チェックインしていきたいと思います。で、今回も、タキシエラインで、ね、ビジネスクラスで帰りますので、ビジネスクラスの、ね、チェックインカウンター利用できると思いますので、そちらに行きたいと思います。それではチェックインしていきます。Last destination is Japan. After Istanbul.Istanbul, Jakarta, Japan. Oh. Okay, thank you. Do you have bag? Oh, yeah. One, please. If you direct to Japan, yes. Please. Yes. Thank you. Thank you.Gate is 8. 8. 11:20 is boarding time. Yep. Okay. Oh, direct to Japan, okay? Yes, sir. Thank you very much. Bye. 無事チェックインすることができました。で、これからね、出国審査の方に行きたいと思います。ちょっと出国審査の場所を探していきたいと思います。ここはね、JFK なんで結構混んでると思うんですよね。これか？はい、出国審査に来ました。すごい混んでますね。マサとアラタンマス。ああ、ことだな。 What is that? A video camera, right? One room. Video camera, yes. Oh. Then you go to the left, alright? All the way down to the corner. Sorry. And if you need me?Okay. And be late for your flight, that's not the priority. C'est pas une priorité quand on est tard pour l'avion. C'est pas une priorité. これがビジネスクラスですかね。優先レーンが利用できるっぽいですね。ごぼう抜きパターンですね、これは。ありがたいです。Thank you. I'm sorry. Stand up here. This. You're promoted?Will's out of here at 10:45. It started at
ではね、ここまで来ましたのでしばらく待ちたいと思います。では無事、出国審査ね終わりまして、手荷物検査も終わりました。いやビジネスクラスすごいですね。30人ぐらいかな、40人は言い過ぎかな、並んでたんですけど完全にごぼう抜きでしたね。これがビジネスクラスですね。さすがにびっくりしました。今回は、タクシーエアラインなのでルフトランザのラウンジが利用できるそうなんですけども、まあ、両方もう一つねプライオリティパスで利用できるラウンジがあるそうなのでそちらをね先に行きたいと思います。でラウンジ自体はねまた別の動画で出そうと思ってますんで、そちらを楽しみにしていただけたらなと思います。それでは行きます。それでは搭乗時間になりましたのでゲートに向かっております。今回はねターミナル、ゲート8番ということでこの第一ターミナル、まあ、そこまですごい大きいわけじゃないんですけども一番奥の、ゲートとなっております。いやーもう夜の11時なんですけどもやはり JFK 空港はね大きいんでね人で溢れ返ってますね。この時間でもところ遅れもなそうですね。ゲート8番が奥ですね。あ、すごいすごい並んでる。すごい並んでますね。もしかしたらゲート10番の方とお客さん一緒になってるのかもしれないですね。まあ、とりあえずゲート着きましたんでしばらくここら辺で待ちたいと思います。それでは搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。それではやっと登場です。多分30分ぐらいですかね。遅れてますね。登場が遅れてるということが出発も30分ぐらい遅れるじゃないでしょうか。あの遅れるのはいいんですけどね、遅れるのはいいんですけどって感じですね。もうちょっとアナウンスで遅れますっていう、さっきまでオンタイムになってたと思うんですけど、まあ、これも仕方ないと思いましょう。では登場です。
無事座席に着くことができました。今回は毎年一緒ですね。ボーイング777の 300ER で、前回と機材は一緒なんですけども、ここね、前はここに入れる系だったんですけど、今回は蓋を開ける感じとなっております。で、こちらはスリッパと毛布で枕があります。で、前回同様ね、アメニティは後から配布されると思いますね。前回も、このJFK からイスタンブールの路線はなぜかね、備えじゃなくて後からね配られるっていうものでしたので、おそらく後で配られるんだと思います。それではね、すいません、搭乗離陸をね待ちたいと思います。多分ね、ここから30分さらにかかるんじゃないかと踏んでおりますけど、まあちょっとねビジネスクラスなのでゆったりと待ちたいと思います。今回はですね、まさかの隕石ブロックならぬ鉄ブロック、この路線人気ないんですね。というのも JFK 発が0時5分発とかなんで、時間としてはだいぶ良くないんですよね。前の方でも空席目立ってるんで、この便は採算取れてるんでしょうかという感じですね。ここにここまで空いてるのはちょっと初めて見ましたね。まだまだ離陸にはかかりそうです。
ぐらいで、到着というところで朝食が来ました。ベジトーストとチーズ、あとフルーツとトマトジュースですね。いただきたいと思います。ライブカメラをね、見れるのかなと思ったら見れるんですね。これは面白いですね。リモコンでも見れて、こっちから実際も見れてね、2つ楽しめる。こうですね。今ねリモコンでライブカメラ見れますみたいな感じの表示だったんで、
ちょっとやってみたら本当に見れるんですね。これは面白いですね。ここでも見れて、こっちでも見れると。じゃあわざわざ見なくてもいいんじゃないかっていうのは思わないでください。一瞬私もよぎってしまった。でもうそろそろね、着陸態勢に入ります。それではね、あと30分ぐらいで到着なんですけども、やはりこの路線は、ニューヨークをね、夜の12時発ということもありまして、ビジネスクラスは、まあ、ガラガラですね。私の隣もいないですし、この列も最初の方いなかったんですけど、2人ぐらいアップグレードされてこっち側に来たみたいですね。そんなことももしかしたらスターランスゴールドと思ってたらあるのかもしれませんね。で、客室乗務員の方は全て、日本語を喋れる人はいません。1人もいません。全員通じて英語ですね。あと30分ぐらいのフライトですね。本当に熟睡してたんで、もうあっという間でしたね。本当にあっという間、寝て起きたら着くみたいな感じですね。それではもうちょっと着陸まで待ちたいと思います。着陸することができました。拍手が上がっております。普通なんでしょうか、ちょっとわからないですけども、無事イスタンブール国際空港に到着しました。もしかしたら起き止めかもしれないですね。それではちょっと待ちたいと思います。無事空港到着しました。今回置き止めじゃなかったですね。まだ、飛行機のドアが開いてないので、もうちょっと待ちたいと思います。やはり置き止めのようですね。今あんな感じで階段がセットされてます。でバスがね、ビジネスクラスで分かれてるんですね。いや、ここまで分けるんですね。でこういう風にカーテンもされてて、エコノミークラスの人が前に出ないようになってます。まもなく飛行機を降りる感じとなると思います。
마음이 안 닿아 싸우는 사람
私はね、このまま、ジャカルタにね、乗り継ぎますので、トランスフォームで乗り継ぎレーンに行きたいと思います。それではイスタンブール国際空港到着いたしました。今回ねここにトランジットで、5、6時間ほど滞在してまた修行の続きという感じになります。今回ここでね一回区切ろうと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。